ライオン橋は、ロシアサンクトペテルブルクにある橋である。単一スパンの吊り橋であり、歩行者用の人道橋である。橋の名称は、四隅に一体ずつ設けられている、ライオンをかたどった彫像に由来する。アドミラルティスキー地区に位置し、グリボエイドフ運河に架橋されている。ライオン像設計は、ドイツ人建築家、ビルヘルムフォントレッター及び、ロシア帝国の技師。 バシーリー・フリスチアノー・ビチによる。建設は、フリスチアノー・ビチの監督のもとに進められた。橋の全長は27.3メートルであり、幅は2.9メートルである。ケーブルには直径1.5インチの鉄製のチェーンが用いられている。ライオン像の口から伸びているチェーンの両端は、像と台座の中に設けられている手刀に取り付けられており、師匠にアンカーボルトで固定されている。 橋の欄干には中鉄製のランタンが二つ設けられている他にバラの花を模した金メッキの装飾が施されている。ライオン像は彫刻家で学者のパーベル・ソコロフによって1825年の5月から9月にかけて制作されたもので中鉄でできており台座に座った姿をしている。像の鋳造はアレクサンドロフスキー中鉄工場で行われた。 ライオン像の高さはおよそ2.4メートルである。1823年にライオン橋及び銀行橋の設計図が作成され、1825年2月18日に双方の橋の設計図が承認された。その年の7月中旬には主要な部分の建設工事が開始された。1826年に建設工事が完成され、 同年7月1日に開通された。1880年、欄管が中鉄製のものから単鉄製のものに変更される。同年、開通当時から欄管に設けられていた欄干が取り外される。1948年、大規模な修繕工事が行われる。桁が木製のものから金属製のものに変更され、弓なりの形状にするために5つの部材を溶接して、 つなぎ合わせて構成された。1954年、建築家、アレクサンドル・ロガチの設計によって、ランタン及びランカンが開通当時の状態に復元される。1999年から2000年にかけて、大規模な修復工事が行われる。2015年、ランタンが破壊される事案が発生したが、後に修復される。 2018年8月10日から同年10月にかけて、ライオン像の修復作業が行われ、像が、カララ大遺跡を模した、白を基調とした外観に塗り直された。ありがとうございます。